学校の怪談ということで、今回は学校の怪談の解説をしていきましょう。弥生ちゃんが学校へ登校すると、校門の前にドロシーと名乗る女の子がいました。さて、ここで振り返ってみてほしいです。旧 H 城寺に現れた謎の男、オズワルド。そして旧アイスウモに現れたシャミナリコ。そして今回現れたドロシーは、とあるつながりがあります。それは、なでかわり陣営です。なでかわり陣営とは、解説動画がありますが、長いので簡単に言うなら、聖者の肉体を乗っ取り、暗躍する悪霊たちで、弥生ちゃんたちの敵になります。それでは学校の階段の解説をしていきましょう。ドロシーは学校の階段である霊を無理やり悪霊化させて、弥生ちゃんを試すことにします。その例は、生徒に人生を破滅させられて自殺した先生です。こうして学校生徒、先生全員、夢の中へ巻き込まれてしまいますが、弥生ちゃんも含めてみんなは助かることができるんでしょうか。勝利条件は、夢の中で鬼ごっこしながら先生をどうにかできれば勝利です。さて、鬼ごっこの前に、今回悪霊となった先生の悲しいことを知る必要があります。先生は常に生徒からいじめられて、車を壊されたり、盗撮していないのに盗撮をしたと生徒に嘘を言われ、それが噂になり、離婚になり、教室で自殺をしました。かなり先生の悲しい思いがわかると思います。開始早々、クラスメイトの男子がゲームオーバーになります。常に委員長が狙われますが、弥生ちゃんはカトティミの御霊を解放します。今回の学校の階段は、カトティミの御霊がメインになります。こうして委員長を助け、開かずの扉に行く弥生ちゃんは、ドアを開けたら、みんなの写真があって、鬼ごっこの勝利条件は、自分の写真を撮ることでした。こうして写真を撮った弥生ちゃんと委員長は、夢から覚めますが、すぐさま、現実世界の開かずの扉に行きます。そこには、先生と脳みたいなものがあり、先生の過去を見た弥生ちゃんは、カトティミの御霊で優しくいらないものを食べ、先生を成仏してあげました。ここの最後の先生の言葉は、思いが詰まって泣けますよ。その時、カトティミの御霊が回復しました。いつかの動画で言いましたが、力と記憶を失っており、それが回復したのです。そして学校の階段が終了となります。次回はついに京都編に突入になります。多分アニメでは学校の階段で終わると思います。息が決まるのかなどなど、いろんな考察をした動画を投稿済みなので、ぜひご覧ください。この動画良かったら、チャンネル登録と高評価お願いします。推し活 SNS、 お仕事もやってるのでフォローお願いします。それではバイバイ。